になるとうまいうまいで、これからあの風間さんが来たんですごいボールとすごく友達になれる練習が多分増えてくると思うのでその練習をたくさんしてボールともう友達とかも親友ぐらいになってくださいお願いしますはい井本さん何歳ぐらいでボールと友達になってましたか僕は今まだ友達探してますまだにはいだからまだ伸びしろあります、はい